ムリエウコトムリエウグスタボベッケルは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは GK。リバプール FC 所属のブラジル代表 GK、アリソンベッカーは弟。SC インテルナシオナルの下部組織出身で、トップチームに昇格。2009年に、セールカシアスドすると、アソシアソン、ポルトゥゲーザジデスポルトスに期限付き移籍した。2016年7月にカンピオナート・ブラジレロ。 セリエ B の EC バイヤーに期限付き移籍。2017年6月13日に、プリメーラリーガの CAF、ベルネンセスに2年契約で移籍し、国外初挑戦。16日後のタスサダリーガレアル SC 戦で、移籍後初出場となったが、ホームで0から1とされ敗北。しかし、相手はこの試合で、出場停止だったアブトゥーレを起用していたために、勝利した。 リーグでの初出場は8月7日であったが、この試合も1から0で敗北した。翌シーズンはクラブが分裂し、ベレネンセス・サットと改名して、チームが存続するという事態に見舞われたものの、彼はプロチームに残留し、正ゴールキーパーとして活躍した。その中でも2018年10月27日の試合では、SL ベンフィカをホームで2から0の完封に抑えている。 ベレネンセスでの最後の試合は、翌年5月5日に行われたスポルティングクルーベで、ポルトゥガル戦であったが、相手 FW のハフィーニャにパスをして10分に、失点したのを講師に、21分にレッドカードで退場。彼の代わりに入ったギリエル・メオリベーラも7失点して、8から1の惨敗という結果となってしまった。2019年7月5日にカンピオナート・ブラジレーロ。 セリエ A のフルミネン政 FC に3年半契約で移籍。7月24日にコパスダメリカーナ2019で移籍後初出場し、2から1の勝利となった。4日後にリーグで初出場したものの、彼のミスもあり、2から1で敗北した。スピードと飛び出しのタイミングに定評のある選手である。弟のアリソンはブラジル代表の正ゴールキーパー。 インテルナシオナル時代には兄弟揃って在籍していた時期がある。ありがとうございます。